月見さんは今回だから創立記念祭初出演。はい。あ、ほんまや。何曜日ですか？去年も出ましたから。月曜日。月曜日の祝日。2月11日祝日、はい、月曜日。建国記念日。何やりましょうかの話でいいですか？それすら全然決まってないですよね。ね、残念なことに僕はいないんですよ。そうなの？僕は11日あのヘップホールで本番中でございまして。そういうことで僕は映像出演。予告をずっとこの1年間流し続けた予告をずっと流してたんですよ。はあはあ、でその予告。あ、なるほど。みんなで語らおう。怖いな、先輩の作品とかやったら嫌や。そう、あのその場に出演者がいる作品とかも飛び入り CM も受け付けてるんですか？そうですね、飛び入り CM で今回あの、マリンと日泊も全部いいね、通してみよう。それ面白いです。結構通してみると繋がっているんですよ。そうそう、3人もいますから名優たちが。そうですね、そうですよ。さっきさんと春郎さんとチャーハンアモンがいますから。あ、モノマネしましょうかね。あ、モノマネネタユーストやってるからお題もらったらいいじゃないですか。そう、 そうです ねまさにユーストでコメントしていただいたものをその場でやりますんで。そう、梅田の近くで長時間ダラダラやってるから。そうかそうか、長い時間やってるから。パッと見てね、すぐ帰るとかでもいい。無料ですもんね。あ、入場料、入場料取るんですか？そうやね、みんな騙されたらあかんね、今回は。無料と聞いてましたけど、何もしない人が適当に言うてるだけじゃないですか。俺 SP のこと一個も知らんわ。何やろこれ。